一般社団法人日本公園緑地協会は国からの公園管理運営マネジメント事業の受託事業を主たる事業収入とする公園緑地に関する事業を推進する団体。以前は国土交通省所管の社団法人であったが公益法人制度改革に伴い一般社団法人へ移行した。旧建設省の外閣から1967に法人化し独立。 事業内容等は、協会のサイトに詳しくあるが、過去に、公園関係の調査と、計画、さらに大規模公園の設計の委託を行ってきた。造園専門職が存在しない中小都市は、委託先の専門コンサルタントが台頭するまでは主に、大学の造園学研究室か、王子の建設省内にあった、公園緑地協会に委託していた。協会では設計委託ごとに、 学識経験者等からなる委員会を設けて担当者選定から設計方針について責任を持った。教会が手掛けた主な作品として、長崎県原爆記念公園及び記念運動場、呉葉山公園、あやめ公園、八つ橋公園、水木公園、いぶすき公園、呉市中央公園、豊た公園、渋川公園、五月山公園、福井市西公園、 佐賀市中央公園、下諏訪町運動公園、福山市城市公園、佐賀江公園、日和山公園、沖縄海洋博覧会海浜公園、空城山公園、花巻市広域公園、聖保内公園、海の中海浜公園、武蔵ヶ岡両森林公園などがある。ありがとうございます。